また完全なあなたに会えて嬉しいわ。考えが変わったと伝えに来たのかしら。私の実験室はいつでもあなたを歓迎するよ。放電するお姉ちゃん。子供のふりでは悪意を隠せないわよ、メビウス。あら、こういうタイプは好きじゃないの？他の人には聞くのに。相手を間違えてるわ。まあ、そうね。何せ、あなたは律者だもの。人類の敵になるあなたが、可愛い人類の女の子に興味を持つはずがない。その顔以外は、可愛いという言葉と無縁ね。せっかくこの見た目を手に入れたんだもの。ちゃんと利用しなくちゃ。確かに大人の体と比べて不便な時もあるけど、子供の体じゃないとできないこともあるわ。自分の意志で子供の見た目になったわけじゃなさそうね。それも火を追うがの決まり事なの。火を追うが？メイ博士以外の人間に私の実験に口出しする資格なんてないわ。それって？まあまあ、複雑に考えないで。これは長編因子の副作用ってだけよ。力には代価がつきものだからね。笑いながらそれを話す人は初めて見たわ。だって楽しんでるもん。そうだ、お姉ちゃん。その気があるなら、私みたいな子供にすることもできるよ。今からやってみる？すぐに終わるから、全然痛くないよ。興味はない。失礼するわ。